パン食 D のさん、こんにちは。ズバリ聞きます。実写を撮りたいと思ったことはありますか？まあ実写っていうのはおそらく実写ドラマだったり実写映画だったりっていうそういう映像の世界の話だと思います。もちろん思ったことはあるし、興味も、実はあります。けど本業のねゲーム制作をやってることの意味、そして物事の順番からいくと、私はまずやっぱゲームで、アニメ漫画、そういうその現実ではやっぱできないことっていうのをね、ゲームで、商品化して、そして、たくさんの人たちに遊んでもらうっていうのがまず一番かなと思ってます。で、実写ドラマや実写映画っていうのはまた別のベクトルにあると思ってて、現実でできることにあんまり興味はないんですね。ただ、物語は興味あるので、実写でないとやっぱ表現できない表現方法っていうのがあるのであれば、実写を使った、新しいゲームのエンターテインメントとか、そういうのはやってもいいかなって思うんですけども、ただね、これ言葉オブラート包まずに言うと、実写のゲームとか売れないじゃん。現実でできない夢が叶うから、人はまるで映画のようなグラフィックのねゲームに興味を持って、それで自分自身で操作して夢を叶えてるんだと思うんですね。なんで多分そっちの方がエキサイティングであって、ただの実写でね、ドラマゲーム作ったりとか、まあ、実際にドラマを作ったところでやっぱそれ以上のものにやっぱなかなかなりえない。なんで、まあ、もし私がね実写やるんだったら、多分韓国映画みたいなね、振り切り方を多分するだろうなって、思いますが、儲かる予感とビジネスの観点からすると、まあ、一番後ろにやっぱ優先順位的にはどうしても下がってしまうなと思います。オファーをいただいて、撮りませんか、撮ってもらえませんかという、お仕事として、受けることはあったとしても、やっぱりビジョンで考えた時に、じゃあそれをやって売ってお金にするのと、ゲームや漫画やアニメ作ってビジネスやるのとどっちってなった時には、うちの場合だったらやっぱりゲーム漫画アニメを撮るのが正解なのかなって正直思いますね。結果的に興味はあっても、今すぐはやんないかなって感じですね。先にやんなきゃいけないことがあるかなと、こういう答えになります。ではまた。